ということで、ちょっとじゃあ今日もう一つぐらいトピックを話したいと思ってるんやけど、うん、さっき話してた OKC、 庄司さんどうですか OKC は。まあそのね、まあだけまあレイカーズが、まあ、レイカーズが来シーズン、うん、上に上がるっていう中で、まあなんかいや順位だけ見て、うん、何を OKC だけ見ようってやって話であるっちゃけど、レイカーズの順位で見たらもうそんなところからじゃなくてもっといっぱい見るとこあるよって話だけど、いやなんかその今年、だけまあなんていうと昨シーズンって言うと今シーズンって言われると、うん、あこれからまあこの今年のシーズンか、今年のシーズンで、うん、まあやっぱりすごいさ、今年のシーズンで俺やっぱその東と西で、うん、釘付けになったチーム、うん、その応援してるレブロン以外のところで釘付けになったチームは、うん、まあ OKC と、うん、俺ニックスやった。ああニックス、ニックスむっちゃ良くね。おニックスはね、ミカル・ブリッジスティってなるやろ。いやいやそう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 。そういやまずね、まずそれもあるっちゃけど、てかまずもう今年もやばかったよ。ああやばかった。すでにやばかった。うん、もうなんかなんていうと、もうヒートカルチャーで、あれままごめんどんどん飛び飛びになるけど、うん、ヒートカルチャーみたいな気合と根性の。うんヒートみたいなところがあったけど、何よりもそれよりも超えて、それを超えてくるあのなんかもう気合いみたいな、なんかもうど根性みたいな、まあさすがシボドーって感じではあるけど、すごい使いまくるもんね連続で。でまあニックスはやっぱプレーオフぐらいからもうその釘付けになって、もうこれニックスのこいつらはもうファイナル行けよぐらい思いよったけど、まあ息切れしてたのやったけど、だってジュリアス・ランドルおらんかったけんね、それでかくね、それいやいやすごい、いや俺もう正直なこと言わせてもらうと、そんなに期待、いや期待っていうかいいチームやなと思ったけど、あそこまで行くとは全く俺予想ジュリアス・ランドルがおらんからちょっとあれやなと思っておったらちょっと違ったやろうけどぐらいのあれやったんやけど、あそこまであのジェイレン・ブランソンが覚醒するとは思わんかったね。いやいやニックスフェイバリットじゃない限り、うん、あんなもう無理って思うさ、俺だってもう思ったもん、ジュリアス・ランドルは、ああ、ニックス残念、残念って思えたけど、すごいタイミング悪い時期で、肩がどうとか言って、おらんくなったもんね。ね、いやいや、そこで、いやまあね、まあ、アンドビーとかが、まあ、ものすごいフィットしたりとかさ、いろんなのがあって、ジョシュ・ハートも良かったんよね。ジョシュ・ハートは大好き。要所要所で。ジョシュ・ハート。彼もなんか、こう、頑張る感じよね、もう、すごいもう、ハッスル、ハッスルから、いろいろやってくれる、レイカーズおったけんね。そうなんよ。そうなんよ。リバウンドが強いスモールフォワード。あの、レブロンね、レブロン先生も大好きな、そういうタイプですよ。便利系。うん、ね、ジョシュ・ハートがね、こんなに良くなるとは誰も思ってなかったっていう。うん、思ってなかった。でも、サマーリーグで一応 MVP を取っとったけど。あ、そっか。うん。そうね。で、まあまあ、期待はされとったけど、レイカーズでは全然こんな感じじゃなかったよ。うん。まあ、だけど、ニックスのね、やっぱチームがあったんやろうけどさ、まあそこで、うん、まあ、ニックスの中ですごい、まあ、ニックスの選手、本当に誰見ても全員がすっごいエナジーすごいハッスルでさ、もう大好きになって見てたけど、まあ、結局、まあ、ランドルとかおらんところから、やっぱ出場プレイタイムが増えた、ハーテンシュタイン。で、ハーテンシュタインも器用だし、で、まあ、ハーテンシュタインがさ、ほら、結局、再契約難しそう、お金的にって話になったタイミングで、うん、OKC やったよ。なんかニックスは結構楽観的で、いやいや戻ってきてくれるやろぐらいの感覚やったと思う、うん、でもなんか OKC がそこをちょっとグイッと持っていっちゃいましたみたいな感じやったもん、うん、たね、ドンテ・ディヴィンチェンゾってさ、どうあの見て、いやディヴィンチェンゾやっぱシューターとしてね、いやスマートよね、本当にスマートと思う、うん、頭が良くて、やっぱ本当にまあそこのまあシュート力があるっていうのと、やっぱディヴィンチェンゾもやっぱハート強い、ハート強い、ハート強い、マジで根性強そう、うん、なんかね、やっぱプレーオフとかでもやっぱり入ってなくてもここぞっていうとこ決めるし、あの人の存在もでかかったよねプレーオフはね。いやでかいと思うよマジで、シューターで、うん、一番入ってなかったニックスってのは入った、うん、まあまあもちろんブランソンはもちろん当然のことやけど、まあまあ、ブランソンは置いといてそのね、でもやっぱさブランソンをさ、やっぱりブランソンを、うん、に決めブランソンに決められるけん守りたいんやけど、結局、うん、ディヴィンチェンゾとかを無視できんけん、うん、結局ブランソン活躍が結局その途切れんっていうところが強かったよね。あれでランドルおったらめっちゃ面白かったよね。ねえ、だけどあとはもうね、そこのフィットじゃない、来年楽しみなのは本当にあのランドルがあいつらのノリについていけるんかどうかみたいな。あ
だってもうおらんかったもんね、ちょうどね、あのいい時期にね、うん、一番いい時期いなかったから。だからなんか一説によると、もうニックスがランドルを出すこともちょっと検討する可能性もあるみたいなこと見たけど、でもありえるよね、それもしかしたら、ね、まあまあ全然なんかないことはないなって思ったけど、でもまあハーテンシュタインがねおらんくなったけん、なかなかちょっと難しくなってくるやろね。やっぱもうランドルに頑張ってもらわないと。ミッチェル・ロビンソンがまあ残るんよね、うん、ミッチェル・ロビンソン残って、プリシャサー・チューアとかもまあまあ俺控えのビッグマンとしては頑張っとったなってイメージなんやけどさ、確かまだニックスと再契約できてないけん、うん、まあ、ここをニックスとしては取りたいところだね、うんうん、あ、チューアね良くなったよね、良くなった良かった、ラプターズにおった時よりか全然、うん、あのノビーがすごいでっかい契約しよったけど、まあ、ここの怪我もちょっと不安よね。そうね、結構しよるもんね怪我を最近。あのノビーそう、あのノビー多いね、ちょこちょこするね。あのノビーでしかもあのヘッドコーチがシボドーやから相性的にどうなのかな。なんかね、休み休みのそれこそその可愛いみたいな使い方してあげたら最強な気がするけど、うん、まあそうね、シボドーからしたらね、選手12人はちょっと多すぎる。もうちょっとこう少ないあれの陣営で、シボドー、シボドーは選手8人で足りるけど。ロスターは8人でいい。でもスタメンを決めるのも来シーズン結構ニックスって難しそうやない？スタメン。そうね、ブランソン、ハート、ブランソン、ディヴィンチェンゾ、ミカルがおるもんね。ミカルがおって、であとアヌノビーもおって、ランドル持ってで、ジョシュハートもおるもんね。ジョシュハートもおる。でもランドルがビッグマンできるのかって話になってくるけど、まあビッグマン多分これまでの流れあったら、でもまああれじゃない、まあでもベーシックな考え方やったら、ランドル、ランドルパワーフォワードのチェルロビンソンはセンターで、うん、でまあスモールフォワードを誰にするかって話しようね。多分まあどうする、もしヘッドコーチやシュージやったらどうする、そこスモールフォワード。いや一旦でもね、開幕の時は、うん、一旦、うん、ブランソン、ディヴィンチェンゾ、うん、ミカル、うん、ランドル、ミチェロビンソン、ね、うん、あの伸び控え。そうか、悩むところよね、そこね。あんだけでかい契約しといてみたいな。あ、いやそうか、あ、違う違う違う、だからそうやね、ブランソン、アンノビー、ミカル、あ、ランドル、うん、もうミッチェル・ロビンソン、結構もうそこはもう、あ、もうそんな感じで、割ともうベーシックな感じで、もう普通な感じでやっぱ行くじゃないかな。ミカル終点ガードできるよ、ね、まあ、ミカルもできると、ミカルは終点ガードできると思うよ。でもまあ OG もちろんができる。あ、いや、まあ OG、 あ、そうね、どうだろう、まだまあその辺臨機応変に、うん、まあでもまあとりあえずだけ、まあ、ディヴィンチェンゾとハートの方が、うん、控えから出れるっていうところで、うん、あの人たちベンチユニットで出てきても活躍できるし、うん、まあ、ハートはパワーフォワードさせてできないこともないみたいなところもあるけん。ガッツで。ガッツでね。やってくれるもんね。むっちゃフィジカル強いよね。でも、ニックスはちょっと揃いすぎとるね。ちょっと揃いすぎとうね。選手が、うん。ちょっと他のチームからしたら羨ましいぐらい。でもまあ、シューティングガードスモールフォワードのところすごい充実しとるね。うん、しとるね。ちょっと下の方に行けば行くほどちょっとあれやけど。あのビッグマンの方に行けばいい、うん、このニックスがあのセルティックスを倒せるかどうかってところよね。むずいよね、難しいよね、むずいよな。いや、セルティックスバリ強い、もう分かっとったことやけど、これもシーズン始まる前から。だってデレック・ホワイト、ホリデー、テータム、ブラウンってもうその4人に一緒に使うって、えみたいな、アリナみたいな感じやった。いやだけんさ、俺さ、レギュラーシーズンに関して言えばよ、うん、俺セルティックスほとんど見れてないもん。あ、マジで？もう強すぎて。あ、もう序盤とかは目も当てられない。序盤とかもちょこちょこ見よったけど、あ、そうですか、わかりましたってなって、もういいっすみたいな。わかりました、わかりました。あー、なるほどっつって。あ、しかもその雰囲気プラスポルジンギス。そう。外が入りまくる。なんかもうなんかさ、だけそれこそさ、本当に。ペースだけで言ったらさ、ちょっと70勝ぐらい、70の70勝12敗とかさ、うん、なんかそれぐらいもちょっと見えるぐらいのペースやったね、序盤、うん、ガーッて勝ちまくって、
もうなんかそのタイミングで、ああなるほどみたいな、セルティックスはそうか分かりましたと思って、そういうことねみたいな、あんまり見れてなかった。まあまた中盤見てなんかちょっと落ち着いたなと思って、プレーオフで、まあ、うん、まあプレーオフはもうなんか圧巻って感じだったね、本当に。もう寄せ付けんかったもんね。いや強いね、強い。でもなんかあの GM がうまい、集め方が。あの人分かっとるもん、誰を取ったらいいっていうのか分かっとるもん。全米代表に入っとる3人を、まあテータムはまあ逃げといて、まあ要はドリューホリデーとかさ、うん、デリックホワイトみたいな選手がそのチームからはすごいその必要とされるじゃないけど、うんうん、まあまあ、いろんなところで使えるっていうかさ、ディフェンスやってくれて、ボール運べて、スリー打てて、いろいろできて、ね、オフボールでも動けてね、え、いや、そういう選手がやっぱり、まあドリューとね、ドリューとホワイトおるのはもう無理よ、無理よ、あら無理よ、あんなロックダウンディフェンダー2人がね、うん、並んどるなんかもう無理よ、あんなもうずるすぎる、うん、で2人ともでかいっちゃうんだよ、しかも、あ、結構サイズあるもんね、でかい、そうそう、それがまた2人ともやっぱ90ちょっとあるけん、ポイントガードの中やったらでけえけんさ。で、まあそのスレティックスに対してニックスがどう来るかって話よね。いやー、まあまあ俺はどっちって言われたらニックスの方がチーム的には好きやけど、うん、メンバーロスターのことやったりとか、うん、まあここもだからニックスがあの新しくなったロスターで噛み合うかっていうところよね、うん、ランドルとかも含めて、なるほどね、そこが噛み合ったらいい勝負になると思うし、うん、まあでもなかなかね、その噛み合ってまずいい勝負っていうところよね、うん、まだまだ全然アドバンテージはセルツやと思うし、俺来シーズンそのもうイーストが結構面白いと思っとって、うん、でもシクサーズも面白いやん結構、ああそうね、ポール・ジョージ入ってきて、ね、あと誰やったっけあ、ニコラス・パトゥーム入ってきとったやろ、シクサーズね、うん、シクサーズ気合入っとんもんね、パトゥームもエリック・ゴードン入ってきたやろ、うん、で、まあウーブレも、あ、そう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 、ウーブレは再契約できとうし、結構その辺再契約できとうけ、うん、シクサーズはね、その、なんだろう、そのメンバーの派手さみたいな、うん、メンバーのその、元々の個人の能力値と部分、うん、なんかそういう部分やったらね、すごいいいロスターやなと思うし、うん、ちょっと予想してみろ、ここで、いい、俺ニックスをしたいなと思う、あ、ほんと？よし、ニックス？いや、だから、一緒だよ。いや、そうなると、いや、でもやっぱそうなると、うん、あー、まあ、シクサーズじゃないです？あー、シクサーズね。ポール・ジョージとエンビードのケミストリーにかけると。と、まあ、とにかく、怪我をするなと。あー、怪我するな。あー、二人とも怪我するイメージあるもんね。なかなか、だけど、まあ、エンビードだと結局それやん。うん、エンビードね。膝やったもんね、確か。半月板。まあまあまあ、いやだけ、まあまあ、でもその戦えるっていう部分ではもうその2チームかなと思うんだよね。ヒートも結構動かんかったもんね、オフにね。あいつ入ってきてるのヒートから、あのケレブ、あ、ケレブマーティン、いやだけ、まあ髪、まあね、まあもちろん噛み合うかどうかなんてどのチームもみんな考えようことやけんね、あれやけど、うん、その点で言ったらね、結局 そもそものアドバンテージはもう完全にセルツやけんね。セムスルツはもうみんなずっとね、今年1年一緒にやっとって優勝もしとってみたいなところで、あとバックスも意外とちょこ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 集めおるよ。ゲイリー・トレント・ジュニアが入ってきたの、ラプターズから。ああ、そうか、スリーを打ててディフェンスもやってくれるし、で、あと、なんて言ったってヤニスがいますから。まあそうだよね、そこなんよねヤニスとリラード、ヤニスとリラードと、まあそうね、リラードおるけんな。まあちょっとだってさ、カイリーとルカだってさ、最初はイマイチやったやんか、ちょっと合わんなじゃないけどさ、ちょっとまだ時間かかるんじゃないかなみたいな、でもそっからどんどん良くなっていったやんか。リラードとヤニスも俺もうちょっと時間が必要やったんやないかなと思ったって。でなんかちょっと昨シーズンイマイチやったやんか、ちょっとそのね、2人のコン、あのコミュニケーションというか、そのケミストリー。でもまあ期待したいね、バックスのそういうところ。まあこっからのね、1年間のフルシーズンってことやけんね、うん、いよいよ。じゃあオクラホマについてちょっと最後に語ってみる。まずじゃあ入ってきた選手を確認しておくと、まあアイザイ・ハーテンシュタインが入ってきて、はい、ビッグマンで、
まあ、だから立ち位置としてはホルムグレンのバックアップやろ、最強やん。だってハーテンシュタインクラスがバックアップをやってくれるってめちゃくちゃいいよね。でアレックス・カルーソが入ってきたってことと、いやー大好きカルーソ、うん、いやまたそもそもさ、その良かったローテーションにさ、ジョシュ・ギディのことを最後の方使ってなくてね、ね、でまあそんな中でそんな選手を出してカルーソを取れたと。いやすごいよね。でしかもハーテンシュタインも取れたと、うん、ただ強くなったってだけよね、オクラホマからしたら。そうよ、ただレベルアップしたってだけよね。誰もその代償とか払わずに強くなったってことよね。およそ、しかもそれがさ、ね、結局今年の西の1位のチームに、西の1位のチームがただ強くなったっていう。そうそうそう、あいつ1位やったけんね。いやそうよ、うん、いやまさか本当に今年のサンダーが1位になるとは誰も思ってなかったと思う。あのシェーもなんかちょっと独特よね。シェー、ファールもらうのうまいやね。シェーおしゃれね、おしゃれ、まあおしゃれおしゃれ、あのあそこが一番最初おしゃれ、あのなんて言いますか、ファッションが、うん、まあファッションもおしゃれやし、うん、やっぱプレーも、うん、なんていうと なんかこう左利きっぽい、左利きっぽいプレーの仕方、あのヌメヌメヌルヌルって感じ。ジェイリン、あ、JW と JW と J ウィルの、うん、やだったりとかさ、うん、そのアイザイジョーとかさ、あ、やっぱあのウイング陣がさ、うん、やっぱディフェンス頑張れるやん、OKC、はいはいはい、しかもなんかそのまあまあシュート上手くてディフェンス硬いみたいなやつらの中にカルーソが入ってきた。いやそうなの同じような、まあ、カルーソ、さっきのニックス あのハートの話もそうやけど、うん、カルーソもレイカーズさんやけん。あそうなん、みんなあカルーソだってレイカーズが育てましたみたいなもんやろ。あそうや、そういう意味だよね、うん、ずっとブルーズでなんかもう忘れとらんけん、なんか絶妙になんかブルーズが勝てんけん、なんかもう頑張れと思って頑張れカルーソって思いよったら西帰ってきたかと思ったら OKC かよ、めちゃくちゃ強いやねえかっつって。ブルーズがなんか中途半端やったもんね。なんかそのカルーソが入ってきてロンドボールが入ってきてって当時さ、うん、めっちゃいい感じの時期があったやんか、ね、覚えとる、なんかもうラビーもよくて、うん、すっごいいいと思う。ロンゾが怪我して、なんかロンゾが怪我したのがでかかったね。そうね、めっちゃあれディフェンスも頑張りよったし、うん、よかったと思うけど、結局ほらあれだね、デオロザンが出たし、まあ、もうブルーズはもう完全にもうここから解体に向かうやろ、解体モードということで。いやだけんさ、いや来年の OKC とかさ、もうむちゃくちゃ怖くない、うん、どんだけ強いとよって。いやディフェンスって感じよね。あのドートとカルーソがダブルチーム、そうそう、ドートとえぐくないって思って、ドートもおるカルーソもおる。いや俺ドートすごいディフェンダーとしていいと思う。いやめちゃくちゃいいよね、フィジカルもあるし、やっぱオンボールディフェンダーとして相当強いわな、うん、そこにカルーソが来たっていうのはもういろんなことできるよね、ヘッドコーチとしては。いやめちゃくちゃやり方あるよね、うん、だってそのハーテンシュタインも入ったけどさ、うんうんうん、でハーテンシュタインをセンターと使ってさ、うん、合わせて点数取らせてさ、うん、チェット4番で結構自由にやらせたりとかもできるわけ。それもできるよね。で5番4番でジェイレン・ウィリアムスが3番やって、うん、まあドートやったりとかで2番して、でカルーソがドートを使って2番で、うん、でまああとシェイディってむっちゃバリエーション、ニックスみたいにちょっと贅沢な使い方ができるというか、そうそうそう、組み方ができそうだ、うん、ロスター本当に厚みあるし、うん、バリエーションもあるしっていうところで、うん、ウエスト来シーズン、うん、どこが制すと思いますか。制す、まあ、だからレギュラーシーズンのレギュラーシーズンの1位ってことだよね、うん、昨シーズンがオクラホマ、うん、うん、まあ、そういった意味でなんかもうプレーオフ勝つとかやったら話変わってくるやん、うん、全然、俺オクラホマがまた行くんじゃないかなと思う。俺もねこれ に関してはもうね、ああヨシが言ったけん俺はとかじゃなくて俺も OK し OK し
カラハンは、ではレギュラーシーズンは普通に行くと思う。いやー、俺もね、OKC 行くと思うな、レギュラーシーズンは。なんかね、OKC とかウルブスは、レギュラーシーズンで結構行きそうやね、また。なんか、やっぱりさ、そこってさ、うん、若いチームの特権みたいなところもない、うんうん、勢いでちょっと行っちゃうみたいな。だし、その、お休みが必要かどうかみたいな部分でも、OKC やっぱみんな若いし、やっぱ23、4歳ぐらいやから、なんかそのレギュラーシーズンもう1位になろうぜ、休まず頑張ろうぜ、オラーっていう気持ちみたいな部分もさ、やっぱ強いと思うっちゃうんだよ。まあ他のチームのやつがないとか、まあそんなの分からんけど、うん、でもやっぱりある程度のロードマネジメントとかもするしていく中で、やっぱ OKC とかはやっぱりもう OKC とか、まあウルブスとかもさ、ガンガン試合に出て、ガンガン勝ってみたいなところで来るかなと思うけど、まあ、どこかって言われると俺も OKC やね。ウエスト結構ね、結構厳しいよね。俺ダークホースでスパーズもいいんじゃないかなと思ったね。出ました。クリス・ポール。出ました。クリ、オエンバンヤマ。クリポエンバンヤマね。ハリソン・バーンズちゃっかり入っとるけん。いや、そう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 。もう、ハリソン・バーンズも俺らの1個2個上ぐらいかなと思ったら全然脇やろ。32ぐらいだもんね。ハリソン・バーンズ俺すごい好き。ハリソン・バーンズいいよね、わかるわかる。すごいシュートも入るし、ディフェンス頑張るし。いや、ハリソン・バーンズね、なんか、去年までキングス、キングス、キングスで、なんかこう微妙な、ずっとこう微妙な感じでやりよったけど、なんかスパーズとか逆にもう来年とかさ、いや勝ったら嬉しいけど、まあまあまだ弱くてもいいですよみたいなところでさ、結構、いや俺意外とハマると思うよ。いやハマると思う、たのなんか楽しいんじゃない、ハリソン・バーンズ的に。いや俺ガチでチームとして強く一気にレベルが上がると思う。おお、なるほど。いやクリス・ポールがこれクリポの、いやいや上げてくれるけん、あれ彼は他のシェイもなんだかんだ言ってクリポがちょっとね、いろいろやってくれたけん。まあそうね、良くなる前に。そうね、でなんかディアンドレイトンもね、今ちょっとまたクリポがランクになったけん変わってきたけど、サンズでクリス・ポールのおかげでだいぶ良くなったけん。まあそうね、ウォリアーズでクミンが、で古いところで言うとクリッパーズでグリフィン、ディアンドレイトン、はいはいはい、で今回ウェンバンヤもやろう。いやでもまあ楽しみではあるよね、クリポーが上げたボールをウェンビーがアリウープで叩き込むっていう、なかなか面白いんじゃない。面白いと思う。あのバッセルとかね、あれもスリーポイントバレ入るけん。あーそっか、そうそうそう、あの若手でバッセル、ジェレミー・ソーハン、ソーハンだっけ、あの髪がすごい、ソーハンで、あの桜木みたいなのがあって、ちょこちょこ髪変えて、だから俺はダークホース。意外と7位8位とかに入ってきても、まだプレインとか全然ありだなと思う。いやいや7位8位、そうね、その辺までいったら結構あるよな、全然あるよな。いやまあウエストがレベル高いから、一気に1位になるとかそんなこと言うつもりはないけど、まあ、まあ全然全然、まあでもそうね、ウェンビー、ウェン、まあウェンビーっていうのがまずそもそも相当でけえもんな、そのサイズの話じゃなくね、ウェンビーがおるっていうこと時点でそのできることが全然変わってくるもんね、やっぱそれぐらいのそのもうなんだろう、伝説的な選手になっても間違いないぐらいの感じではあるけ、あと俺グリズリーズも結構、まあこんなこと言ったらあれやけど、また結構いいと思う。なんかあの、知っとる新人のあのザック・エイディっていうチャイニーズ入って、中国人入ってる、224センチ、うん、いやあの子、あの人ね、あの怪我ちょっと最近しとるけど、見た試合結構安定、まあいわゆるビッグマンって感じ。うん、そうね、もうクラシカルスタンダード、クラシカル、クラシカルビッグマン。なんか最近のあのストレッチファイブとか、そんな3とか打つタイプじゃなくて、もうガッチリしてて、もうスティーブ・アダムスみたいに、もう、はい、ブロックしますせみたいな、体張りますせみたいな感じ。なんかさ、でももうそのなんていうと、なんかめっちゃ失礼な言い方するけど、うん、思ったより下手じゃなかった。ああ、なんかもっと技術的なところ、あ、もっとなんか、うん、それこそ本当そういうことしかできん子なんかなと思ったけど、いやなんかもちろんなんかいろいろ怪しいとこあるけど、うん、でもまあ別にいいんじゃないっていう感じよね。なんかそのそれこそまあ頼むぜ、来年は全部出てくれのジャモラントさん、うん、ジャモラントさんがおれば、意外といいん
じゃないって感じ。ジャーモラントがおって、でもマーカス・スマートが怪我しとっておらんかったんやけど、まだこのジャーモラントとマーカス・スマートのあのあれができてないから、去年ねできなかったから、うん、そこが楽しみやなって思ったら、デズモンド・ベイモリアン、あーベイモールね、ジェラン・ジョクソン・ジュニア・モリアン、だってもうちょっと前まで順位高かったもんね。でもあの時俺ディロン・ブルックスの存在が大きかったの、俺結構大きかったと思って。俺もね、ディロン・ブルックス、俺もね思うんだよ、うん、ディロン・ブルックスって結構みんな言うけど、うん、ディロン・ブルックスってよくない？みんな過小評価してる人結構、過小評価あるあるやと思うんやけど、俺はむっちゃ、俺課題じゃない、むっちゃいいと思う、ディロン・ブルックス。カナダ代表でもすごい、あれもスタメンで引っ張ってカナダ代表もカナダ代表もあれやろ、カナダの大エース様ディロン・ブルックスやっ、アメリカ代表で張り切れます、レブロンに喧嘩めっちゃやってるけど、いや、でもね、なんかやまあでもやっぱさ、本当になんかね、そこってさ、バスケットボールのさ、すごい魅力の部分でもあるけどさ、うん、チームとの噛み合いとかでさ、うん、誰がどう跳ねるかとかわからんよ。でもなんかディラン・ブロックス、でもディラン・ブロックスって結局、うん、あなたが中心ですよってさせんかったら、うん、どこでも輝くと思う。どこでも輝く。ロケッツちょっとなんか、良かったもん。ロケッツ最初良かった、うん。でもなんかちょっとさ、なんかちょっと調子良かった時にさ、うん、よし、俺がロケツの顔やってなったら、うん、ちょっとおかしくなるやん。いや、そうじゃないっちゃんみたいな。いや、ブルックスはそういうタイプやないよ。そう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 。なんか、ちょこちょこ点取って、相手のエースにめっちゃ嫌がらせする、うん、みんなが、なんか、って顔するような時のディロン・ブルックスが一番いいっちゃう。一番可愛いやりたい。一番生きる時や、うん。ディロン・ブルックスは、だからそういった意味ではロケツは俺来シーズン面白いと思う。ロケッツね、シェパード、シェパード、ウィル・シェパードすごくいいと思う。ウィル・シェパードいいよね。いい、なんか動きが俺好みじゃないけど、すごい上手いガードみたいな。わかるよ、わかるよ、わかるよ。俺も丁寧な、俺もリード・シェパードの動きは俺好みじゃないけど、めっちゃ上手いなと思うよ。でもまあ多分まあブルックスとバンブリートがおるけん、そこの控えになるんじゃないかな。まあまあ、じゃあ全チームでどこが一番楽しみ？もう楽しみ、期待度。いやでも俺ウォリアーズかな。ああ。逆にもう。今日触れてなかったね、全然。いや、まあ、でもなんか、触れてなかったっていうか、まあ、触れんくなるのもちょっとさ、わかる。うん。なんかもう逆にもう、強かったのも長すぎたし、うん、うん。だけどほら、もう、ね、今年も別にそんなにその、めちゃめちゃ強いウォリアーズなわけでもないところでの、うん、まあ、ステフはオリンピック行く、うん、でドレイモンの思うかなりもう衰えがもう見える、うんうんうん、でいよいよクレイ・トンプソン抜けたバディ・ヒールド入ってきた、バディ・ヒールド入ってきた。だけど、まあ、ヒールドだってさ、実際ヒールドも俺かなり過小評価されてる選手だと思っちゃうんです。いや相当シュートうまいけんみたいな、めちゃくちゃシュート入るけんみたいな、みんな忘れといヒールドのことって思うタイプの選手であるけど、うん、じゃあその新しいメンツでの、うん、ウォリアーズステフカリーがどれぐらい頑張れるんかなみたいなのは楽しみではある、うん、いやその楽しみや、うん、なんかこのままなんかあっという間になんかもう弱くなって再建みたいなウォリアーズも見たくないし、見たくないね。でもその可能性もありえるよね。まあ、全然あると思う。いやもう本当それこそスパーズとは今超逆だと。ああ逆な意味で。ウォリアスパーズはだって若くてこれからで、そこにまあクリス・ポールが入ってどう引き上がるかみたいなところやけど、ウォリアーズは落ちるのか粘れるのかみたいな、結構ネガティブ目ではあるけど。カエル・アンダーソン入ってきたけん、グリズリー、あ、じゃあグリズリーどこだっけ、ウルブスから、うんうん、カエル・アンダーソンいいよマジで。あの人はなんかね、まとめ上げるなんかそういう能力がうまいっていうイメージがあるな、うん、ウルブスなんか小部屋のことを怒っとったけど、ステフィン・カリーっていうそういう圧倒的存在、うん、やな選手がおって、まあてかそれもそもそもさ、でもそこもまた分からんやん、ステフが来季も圧倒的にステフなのかみたいな、だって年齢だってもう30、なんかさ昨シーズンあれっていう、彼そんな試合なかなかないやんか、なんかそういう試合がちょっと増えてきたっていうか、あったよね、うん、なんか結構ちょっと、うん、あれ、うんみたいな、彼本当に彼みたいな試合がちょっと増えてきとったよね。そうそう最後の方、そう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 、これまでやったらなかったパターンっていうかさ、うん、なんかね、全然本当にハイランとかハイランしてターンオーバーとか、しょうもないターンオーバーみたいな、今までの仮やったらなかったみたいな。そうだけど、なんかそういう意味でのやっぱり
見えてきてなかった、俺らがまだ見えてなかったのか、見て見ぬふりしよったところなのか分からんけど、うん、そこがステフにこう出てきよう中で、うん、ウォーリアーズがウォーリアーズをできるのかっていう部分はすごい一個楽しみな部分でもあるかなとは思っとっちゃうね、うん、なるほどね。じゃあウォリアーズ、まあいろんな意味で注目してる、うん、注目、あ、そうね、注目しとっていうところかな、うん、まあ、本当に楽しみやね、来シーズン、ね、動きがあったかね、たくさんダラスだってファイナルまで行ったから、ね、ファイナルまで行ったチームにくれよ、うん、まあ、デレック・ジョーンズ・ジュニアこれでかいよ、そこ難しいけどね、これむっちゃでかいと思うな。まあね、まあまあ我々ダンクシュート大好き人間たちからするとデリック・ジョーンズ・ジュニアなんでね、もう最高の最高の、あのもうディフェンス頑張って走って放り投げてもらって、いや、あんな選手どこも欲しいやろみたいな感じで、まあクリッパーズに行ったやろ、あ、今日クリッパーズにしても語らん、まだ、まあまあまあ、また次回いろんなことを、また今日語れなかったことを語ってもいいし、そうね、じゃあ今回はゲストとしてシュージに来てもらって、いや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 、同い年の NBA 好きなやつが、うん、例えば NBA 好きな話を、いやいや、俺はね、あのすごい楽しかった、楽しかった、めちゃくちゃ楽しかったけ、あの、ま、ぜひぜひ機会があればまたお願いします。撮影とかなくても話すだけでも今日の結構面白いもん、いや面白い話すっていうの、語るっていうのね、いくらでもある、あの今のこともいいし、あの昔の話でも、昔の NBA の話でもいいじゃない、うん、インスタグラムでもすごい、そのさっき言った 3×3 のチームの活躍しとるけど、この貼っとくけん、リンクをお願いします、頑張って、はい、ありがとうございます、俺たちの世代の現役でまだ頑張って頑張る頑張る、じゃあ今回はありがとうございました、ありがとうございました。